NBA っぽくて、なんか雰囲気もなんか面白くて良かったなって。雰囲気めっちゃいい感じ。コーチの皆さんがすごい明るく教えてくださったので、とても楽しくプレーすることができました。私は人に比べて背がちっちゃいので、大きい選手とかたくさんいるので、そこで活用できるような技も教えてもらったので、よかったなと思います。めっちゃ楽しみでした。素早く持ち去るところとかを見て勉強して活用したいです。大きな選手とかをもう爆速で抜いちゃってください。日本のバスケットボール界、子供たちのスポーツの現場に大きな夢を届けられるようなすごい授業にできるんじゃないかなということを直感しました。今日本の社会課題になっている部活動の地域移行、部活動改革の新しい革新的なチャレンジとして、こちらの価値あるチャレンジになるんじゃないかなと思います。